シノトモシビタケは、原竹目ラッシュカク角ギタケ属に属する、キノコの一種である。同族のヤコウタケ同様に発光性を有し、ヒダと柄が暗所で強く光る。傘は、釣り金形ないし、塩水型で平らに開くことは、むしろ少なく、計15から25ミリ程度、紫褐色で粘性をかき、粉状を呈する。ヒダは柄に、自家製し、やや袖、白色を呈し。 紫褐色に縁取られる。柄は細長く、表面は、かさと、ほぼ同色でやや粉状をなし、基部は、吸盤状をなすことなくしばしば白色の荒毛を有し、内部は、中空、軟骨質である。胞子は広大型で平滑、用土液でほとんど染まらず、大きさ8.5から126.5から9、マイクロメートルである。端子柄は4個の胞子をつけ、 大きさ30から49.5から12マイクロメートル程度、ガワシスチジアはなく、円、シスチジアは密接して、ひだの円に富士地帯を形成し、大きさ40から107から32マイクロメートル程度で薄壁、紫褐色の内容物を含むとともに、梱包状内しビンハラ状をなし、先端部にはしばしば指状の突起の枯れ木に発生すると記述されている。 ロルフシンガーにより構築された分類体系においては、セクト、マイシーナクヌギタケブシに所属させるのが妥当であると考えられているが、シンガー自身は、シーノともシビタケそのものについては言及していない。本種と同様に八丈島に普通に産し、強い発酵性を持つキノコとしてヤコウタケが挙げられるが、後者は傘が開発色ないし、 ほぼ白色を呈するとともに著しい粘性を有することや、柄の基部が吸盤状をなすことなどにおいて異なっている。また、ヤ光竹は、カは、リなヤシやビロウあるいは竹類によく発生するほか、父島では、古紙した、鶴ダ団の退場に生じた例もある。薄べに淵竹は、ヒダの縁が着色する点で多少類似しているが、ヒダの縁取りが、淡べに色を呈し、 古実体は発光性を欠くことや、ヒノキの腐食状に発生することなどにおいて異なっている。また、フチドリクヌギタケでは、ヒダの縁は日系色を呈し、さらに側、シスチジアを有すること、スギやヒノキなどの針葉樹の落ち葉あるいは枯れ枝状に生えること、発光性を持たないことなどで区別できる。和名は、大谷義雄の提唱による。今関木むは、 八丈や甲竹の名を提案している。学名の俗名はギリシア語起源の金に由来し、首相名はラテン語で天の光を意味する。八丈島においては新種記載がなされる以前から鳩の日の通称で呼ばれていたという。ありがとうございます。